こんにちは、辰野の八木翔雄です。今日は神戸市東灘区三影山手にある、蕎麦の、福あかりさんですね、お邪魔させていただいております。そして3時からは茶房福あかりさんということで、今日は、甘味処、茶房福あかりさんにちょっとお邪魔させていただきます。向こうに見えておりますのが深田池という池の周辺公園になっておられるそうで、この深田池公園の、すぐそばということになりますね。玄関とても、綺麗にされております。中に入っていきたいと思います。こちらですね、蕎麦福あかり、2時半までですね。それから3時から6時ぐらいですね、平日は、茶房福あかりですねということでされております。こちらも、とても綺麗にされておりますね。では中に入っていきたいと思います。こちら店内ですね。こちら現代アートですね。おしゃれなアートが壁にかかっております。それから、照明のシェードですね。とても綺麗なシェードですね。店内大きな窓ガラス、とても大きな窓ガラスですね。こちらカウンターになっておりますね。とてもおしゃれなお店です。こちらに木そばと書かれた書が、かけられてますね。こちらは、手引きの漆で、このように、現役で使われている手引きの石臼ですね。こちらは、加西市にある福錦さん 酒蔵の、福錦さんですね。純米酒蔵の福錦さんの、裏側の駐車場から見た、建物ですね。酒蔵こちらの絵は東灘の画家の、向田美香さんが描かれたそうです。こちらで初めて、本わらび餅ですね、注文してみました。このようにメニュー表に、
スイーツですね。和のスイーツ、そば茶のゼリーとか、そば茶のパンナコッタ、それからさらしなそばがきのぜんざいですね。本わらび餅、抹茶の本くず餅、コーヒーですね、それから紅茶ですね、抹茶入り玄米茶、とてもいろんな、メニューが揃ってますね。こちらとても美味しそうな、本わらび餅ですね。ぜひ皆さん、そばの福あかりさんですね、それから、茶房福あかりさん、いずれも、とても美味しいのでこだわりのお店ですので、よろしくお願いいたします。